今回は愛知県豊田市にあるガーデニングミュージアム花遊亭の天野麻里絵さんおすすめの次々と咲く春にぴったりの小花15選の紹介です。天野麻里絵さんは NHK 趣味の園芸講師としても活躍されています。天野さんの特集記事をもとに取材で咲いていたものを中心に取り上げました。天野さんが教える植栽ポイント、アドバイスをたくさん盛り込みましたので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。春の小花、おすすめポイント。1、ふんわりとしていて春の雰囲気にぴったりなことです。濃い花色も小花なら印象が和らいで、優しい景色が演出できます。2、どんなシーンでも合わせやすいことです。庭全体を美しく見せるためには、植物同士をつなぐ小花が効果的です。3、次々と咲いて長く楽しめることです。スプレー状や株一面に花を咲かせるなど、小さくても存在感をアピールします。開花期が長いものが多く、庭の彩りをアップさせるには欠かせません。では紹介していきます。草丈、高70cm 以上。次々に咲いて花壇の見せ場を長くキープし、全体のボリュームアップをしてくれるそうです。セントランサス、コッキネウス。昨年の3月のつぼみの頃です。別名、ベニカノコソウ。レッドバレリアンの名でも流通するそうです。小花が集まってこんもりと大きな花を咲かせます。他の草花と合わせて植えると個性が発揮される花だそうです。バラと合わせて個性が際立っています。セントランサス、コッキネウス、アルバ。昨年3月のつぼみの頃です。白花はより控えめで他の花を引き立ててくれます。バラとホルディウムジュバタム、ギリアトリコロールと共演していました。他の場所でも美しい景色を作ってくれました。リナリア、プルプレア。宿根リナリアの昨年の3月の様子です。周りではチューリップがだいぶ咲いていました。5月にはすらりと伸びた花茎をたくさん立ち上げ、水上に小花をたくさん咲かせました。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。ジギタリスなどボリュームのある花の間に入れるとバランスが取れてすっきり見えるそうです。豪華絢爛の共演です。他に白花もあります。ピンク花もあります。カンパニラ、天野さんおすすめのカンパニラは花茎をたくさん立ち上げベル型の小花を咲かせるカンパニラです。この品種は特定できていませんが、代々木公園で軽やかに咲いていました。
こちらは大きめのカップ型の花を咲かせるカンパニラ・パーシフォリアです。どちらも素敵ですが、やっぱり雰囲気はだいぶ違ってきますね。ブラックレースフラワー、小花が集まった大きな花は見応えがあり、主役の花にもなるそうです。別名ダウカスダラで、大人かわいい花とはまさにこれですね。透けるような小花の集まりで、軽やかな印象になるのもおすすめポイントだそうです。オルラやグランディフローラ、花と細かな葉がレースのような繊細さです。よく枝分かれし途切れることなく、純白の花を次々と咲かせます。初夏の草花との相性がよく、枝分かれした茎が絡んで自然と馴染むそうです。春の花付き苗を植えると、草丈が高くならずにコンパクトな状態で楽しめるそうです。草丈中30から70センチメートルぐらい、寄せ植えや小さな花壇にも使いやすいサイズ感で、手前と後方の植物をつないで全体をまとめてくれるそうです。シレネファイヤーフライ、昨年の4月の様子です。周りはだいぶ華やかになっていました。5月にはビビッドなピンクの花色と八重咲きのボリューム感で、すでに存在感がありました。よく見ると八重咲きの小花はフリフリでミニバラのようです。花色は派手でも、花と草紙のバランスが良いので、庭の中でうるさくなることはないそうです。スキミア、秋からつける小さな赤いつぶつぶは実ではなくつぼみです。冬の寄せ植えの彩りとしてもよく使われています。春には白っぽい小花をいっぱいに咲かせます。つぼみから花へとがらりと変化した様子も楽しめます。成長がゆっくりで形よく分枝するので、植え付け後数年間は剪定しなくてもいいそうです。ネメシア、ピンクレモネード、ピンクとレモン色のツートンカラーの宿根ネメシアです。花付きがよく、一株でぐんと華やかになるそうです。エリシマム、スプリングパーティー、 TW のエリシマムでイエロー、アプリコット、ピンクの花色が重なり、一株でもとても華やかだそうです。一般的なエリシマムより一回り花が大きくて、花色は光の強さによって変化していくそうです。この花、まだ見たことないんで見たいのですが、なかなかお目にかかれてません。草丈低30センチメートル以下、足元をすっきり可憐に見せ、広く植栽すると咲いた花が面となって見応えが出るそうです。スカビオサ、ピンクッションブルー、一昨年の秋にたくさん植栽されました。昨年3月の様子です。
4月中旬には花が咲きました。天野さんのおすすめはアトロプルプレア種で、草丈低めのこんもりと半円状になるスカビオサです。他にもピンクッションピンクやブルーバルーンなど、いろいろな品種があります。バコパ、スコーピア、ダブルインディゴ。バコパはステラとも呼ばれます。これはバラ咲きバコパと言われる八重咲きのものです。バラのような花姿が愛らしく可憐で、ボリューム感も楽しめるそうです。バコパ、スコーピア、ガリバーピンクハート。たまたま1月に行った園芸店さんで気に入って購入したのがスコーピアシリーズの一つでした。八重咲きではありませんが、花つき、花上がりが良くて次々と咲いてくれています。スイートアリッサム、スーパーアリッサム、フロスティーナイト、PW の栄養系のスイートアリッサムです。斑入りの葉が明るく、小花がより可憐に引き立つそうです。生育旺盛でもこんもりとコンパクトにまとまってくれる点もおすすめだそうです。開花期は一年中ですが、真夏と真冬は休むこともあるようです。スイートアリッサム、一年草のスイートアリッサムです。PW のスーパーアリッサムよりだいぶ極小の花です。他の草花とも合わせやすく、お手頃価格で使い勝手抜群です。天野さんからのアドバイス、花のフォルムの違いに注目して組み合わせよう。一見目立たない小花も形の異なる草花と合わせると個性が際立つそうです。草丈を生かして組み合わせよう。高低差をつけることで小花が立体的に浮かび上がるそうです。超簡単時短技、バスケットを活用しよう。可憐な小花はナチュラルなバスケットにポット苗を寄せるだけで、可愛い春の景色が生まれるそうです。花遊亭さんではまさにそのお手本が鑑賞できるわけですね。秋に一度伺ったのですが、とにかく植栽センス抜群で、近かったら通い詰めたいぐらいです。何かピンときたこと、ヒントになったことはありましたでしょうか。よろしかったらぜひチャンネル登録をして、これからもご覧いただけると嬉しいです。グッドボタンやコメントもとても励みになりますので、よろしくお願いいたします。